結城朋子水彩画を描く木製のイストリース。リスと犬と小さなサンタ。静物画木製のイストリース、リスと犬と小さなサンタ。着彩のポイント、木製の椅子、イエローディープ、イエローオレンジで下塗りし、ライトレッドを重色、グレーで陰影を入れる。さらにバーントシェナー、バーントアンバーなどを重色するが、この時木目を描くように重色すると木の質感が出る。リース、花はイエローレモン、オペラ、バーミリオン、ローズマダー、ローズバイオレットを重色しながら花色を深める。葉はイエローレモン、コンポーズブルーで下塗りし、サップグリーンを重色、青紫色やペインズグレーで陰色を深める。松笠はグレーの濃淡と細かい点描で表現する。リス、イエローレモン、イエローディープで軽く下塗りし、イエローオレンジ、ローシェンナー、ローアンバーを重色する。主にグレーで陰影を入れる。フーカスグリーンやセルリアンブルーなどの色味の陰影も入れると美しい。リスの目は濃いグレー、光の点は白抜きする。グレーやバーンとアンバーの細かい線のタッチを体全体に描き込む。犬、イエローディープで茶色の部分を下塗りする。グレーで体全体に陰影を入れる。グレーだけでなくセルリアンブルー、フーカスグリーン、シェルピンクなどの色味も加えるといい。茶色の部分にはローシェンナー、バーントシェンナー、バーントアンバーなどを重色する。黒色の部分にはグレーとペインズグレーを重色する。犬の目は光の点を白抜きしてバーントシェナーで下塗りし、濃いグレーを重色する。鼻はグレーの濃淡で仕上げる。グレーの細かい線のタッチを体全体に描き込む。小さなサンタ、ひげは白抜き、顔はシェルピンク。衣装にはバーミリオンを下塗りする。さらにカドミウムレッド、ローズマダーなどで赤色を深めていく。目は濃いグレーで入れる。青紫色やグレーで全体に陰影を入れる。結城朋子水彩画を描く。木製の椅子とリース、リスと犬と小さなサンタでした。